なあケネス、どうすんだよこれから。とりあえずこのエレベーターは封鎖だな。乗員乗客たちにはセントラルホールにいてもらうらしい。我々が大掃除を終わらせるまで。大丈夫か JJ？ ええ、大丈夫。それにしてもどうしてミリーだけがセントラルホールにいなかったのかしら。他の乗客たちはみんないたのに、あいつはどうしてミリーだけ。船長の話だとダイアット副長もいなかったみたいだし、ミリーちゃんのことといい副長のことといい、テロリストの目的って何なんだろう。なーに、やつらをぶん殴って引き出すさ。そのためにまずはブリッジだな。